こんばんは。趣味瞑想中です。今日はちょっと使うかどうかわかんない動画撮ってます。とりあえずお惣菜コーナー、スーパー買いに行ったら、なんともう何もなかったです。しゃあないんで、今日の晩飯はこれとこれですよ。まさかのお惣菜すべて売り切れ。こんなん初めてですわ。一応ラーメンとか米とか炊けば飯は作れるんですけど、夜勤ばっかり続いてるとやる気なくすんですよね、自炊の。どうしましょうかね、まあ、とりあえずこんな晩飯なんすよっていう動画を撮っとこうかなと思って今撮ってるんで、どうなんすかね使うんかなこの動画で。とりあえずさっきの動画でも言うとるんすけど、9月には大阪帰れることになりました。まあ簡単に言うとコロナのせいで仕事がなくなったって感じなんですけど、大阪でまたつつましく生活しようかなと思ってます。俺の嫌いな部類のプリンでしたね。まあまあええんすけど、硬い。なんでまあちょっとちょくちょく中古ですけどバイク買おうかなと思ってうろうろしてるんですけどね、中古屋巡り。とりあえず、7月の4連休も大阪帰って中古屋回ろうかなと思ってます。目標はね、それは 1000cc のスポーツバイクなんですけど、高なったんでね、電子制御が入って、昔の SP ぐらいの値段でノーマルの車体ですからね、ちょっと無理なんで250ぐらいのオフ車を買って、なんやろう、史跡巡りできるぐらいの、あんまり高い単車買ってもね、ちょっと安定悪そうなところに止めたりするのに気使うんで、オフ車買って乗っていくのがええんかなとか思ったり。しております。そしたらオープニングの動画変えなあかんのかなとか、またしょうもないこと考えたりしてるんですけどね。で結局単身赴任始めたら、なんか一つ新しいこと始めようと思って、まあまあチャンネルの名前のごとくまた趣味瞑想したろうと思ったんですけど、結局始めることもなく、最初はスケボーやろうと思ったんですよね。スケートボード、ロングボードの方でも、なんかちょうどあったんですよね、戸田のところに練習できる場所があるスケートボード屋さんが。でもちょっと初めてで、ガキン頃にローラースケートぐらいはやったことあるって言ったら、ああなんか無理無理みたいなこと言われたんで、あ無理かと思って、で次コーヒー入れるの勉強しようと思ったんですよ。コーヒー飲まれへんから飲めるようになろうかなと思って。
で、ちょっとコーヒーの本とか買い出しとったんですけど、夜勤の時に目覚ますために缶コーヒーをガブガブ飲んでたら本当に倒れたという。コーヒーが多分ほんまにあかんのでしょうね。あんまコーヒー飲んだ下痢になるとかいうのは自分で思っとったんですけど、ほんまに気分なんて悪なって倒れてもうたんで、コーヒーも断念で、ちょっと自炊をやろうかなと思ったんですけど、ちょっとね、特殊な時間帯の夜勤なんで、ほんとね、自炊とかね、洗濯とかね、ゴミ出しとか全くできんような 時間帯に生活することになって、ちょっとね、自炊もやる元気がないんですよね。もうほんとだから、ゴミ出しもできないんで、ちょっと実際部屋来たら分かるんですけど、めっちゃ臭いんですよね。布団も干されへんし、もう漫画で言ったらまさにモワーっていう効果音が部屋中にあるような臭い部屋に住んでるんで、多分コロナになっても嗅覚障害とかになってもすぐわからんような、あ、多分こんな感じって思ってまうような部屋に住んでおります。話めっちゃ飛んでんな。何の話しとったんやったっけ？ああ、そうそうそう。だから、何も始めれませんでしたってことやね、一人暮らしを。ちょっとね、元気がないというか。なんでちょっと唯一のお楽しみが、あれ、これどうやったっけの？史跡巡りということで、あっちゃこっちゃ行くことはできてるんですけどね。残念ながら、このコロナのせいで、その史跡巡りもままならず、この関西弁がすぐ分かるっていうか、最近分かってきたんで、観光案内所でも、ね、関西からみたいな感じで身構えられるし、だったかな。どうなんですかね、せっかく楽しい風にしたのに、収穫がもう一つない。これ何？どうやって食べるの？スプーンじゃないのか？これ何？何買った俺？まあ、いいや、ちょっと、とりあえず割り箸取ってこよう。取ってきました。ほんま、何買ったんや俺って感じやね、これ。よいしょ。生活には何一つ収穫のない単身赴任でしたね。前八王子住んでた時はキーボードで、こうやって食べんの、これ。キーボードであれですね、戦場のメリークリスマス弾けるようになろうと思って練習したり、名古屋の時は何やったかな、名古屋の時は何やったかな、あ、そうや、近くにスポーツバーがあったんで、ダーツやろうと思ってダーツやってたりしたんですけど、今回の埼玉一人暮らしは何の収穫もございませんでした。なんか微妙に美味しいね、これ。
どうやって食べんねやこれ。こう、なんか、たこ焼き食いたくなってくる。よいしょ。最近ほんとチャンネル登録者さんもすごい減ったし、けど登録してくれてる人のために動画あげなあかんやろねみたいな感じで一生懸命してるんやけど、ほんまネタがなくなっていて、こんなんをちょっと撮っとこうかとか思って、最近変なシャンプー詰め替え動画も撮ったりしてるんですけど、それも使うんやろか、使うんやろな、ネタがないんですよね、本当に。どんどん本当にチャンネル登録者さん減っていくんですけど、我慢して、もう通知オフにしてもいいんで、登録だけしといてもらえればやる気になるんで、よろしくお願いします。なんか微妙に甘くない、文句しか言ってないような気がするけど、あ、そうそう、でダイエット企画みたいなのをしたりもしてるんですけど、やっぱダイエットって自分のペースでとか、なんちゅうんやろ、空いた時間にとか思ってたら絶対しないっすね。これは強く言える。ダイエットはやっぱりダイエットって思ってやらんと、できないっすよ。だって本当に懸垂とかやりに行くけど、近くのベンチにおばちゃんが座って談笑してるわとか思って、またにしようとか子供らがワイワイ公園で遊んでるから懸垂できんのかっこ悪いわと思って、また来い方とか思ったら、ほんまできないですもんね。でも決してなんかどんくさいおっさんがなんかやっとわって思われてもええぐらいの勢いでぶら下がらんと無理ですね。でそんな姿をまだ動画に撮る勇気がないんで、それこそ動画も撮れず、でもまあ一応腕立て伏せは毎日30回はやるようにしてるんで、少なって思うけど30回はするようにしてるんで、まあまあ何かしら成果があるんではないかと思います。とりあえず首終わりましたね。よいしょ。なので、今日はお惣菜コーナーのお惣菜というお惣菜が全てなかったので、あんなデザートみたいな晩飯になりましたよっていう報告と、9月には大阪帰りますっていう報告と、バイク買ってまたバイクネタをやり始めますよっていう報告かな。ただね、嫁がオッケーを出してくれたら大型バイクですわこれは断言できる。で嫁のオッケーが出なかったら変えて250かな。
最悪150、高速を乗れるぐらいのバイクを買おうと思ってます。うん。そうじゃないと上級行かれんもんね。まあ、そもそも 150で高速乗れるかっていう話なんやけどね、自分の体力で。昔はようね、中型で高速使っとったんやけど、YouTube 見てたら、通速250で高速走れるかとかやってるからね、俺らの時代は常識やったんやけど、当たり前に使っとったけどって思いながら見てるんやけど、通速ってそんなに、高速乗られへんの？みたいな、ツーストが良かったのにみたいな思いながら動画見たりしてます。うん、時代は変わったね、本当に。びっくりするようなネタで動画上がってたりして、すごい再生回数増えたりね、面白く編集してたりするから、おっちゃん真似したいなって思うんやけど、おっちゃんには無理ですわ。うん、面白く編集もできひんし、うん、どうなんやろうね。まあ、コンビニのお姉ちゃんにちょっと動画やってんねんみたいなこと言ったら、その喋りやったらいけますよねみたいな、うん、って言われて、そうそう、だからマイクも買うたんすよ、マイク。ヨドバシで2000円ぐらい出したマイク。でもね、このミュートボタンあるじゃないですか。一応分解しようと思って努力したんですけど、ミュートボタンが最初からオンになってて、これカチカチ言うけどずーっとオンなんですよ。つまり、録音できない。何のネタこ、何のコントっていうようなマイクやったんですけどね。そのうちまた、ヘッドセットかなんか買って、挑戦しますよ。ちょっと安物買いの銭失いですね、ほんまに。昔やったらほんまもう2000円もあったら、ガソリン1回満タンできるやんとか思ってたんですけど、うん、そんなこともあったんで、声ぐらい出そうかなとか思ったり、どうなんやろうねと思ったり、悩んでおります。ということで、晩飯も食い終わったんで、そろそろ寝ますかね。ということで、チャンネル登録とグッドボタン、グッドボタン、グッドボタン、よろしくお願いします。うん、チャンネル登録は維持しておいてください。通知はオフにしといていいんで。はい。よろしくお願いします。ではでは。